当初用いられていたワスプ後に採用されたリンクス中距離魚雷投射ヘリコプターはイギリス海軍の関西ヘリコプターシステム。マッチ計画は177型ソナーの開発を受けてスタートした。このソナーの設計は1940年代以末に完了したが従来機を凌駕する長距離探知能力を備えていることが明らかになった。当時イギリス海軍は 新世代の対戦兵器として、リ臨防対戦迫撃砲の配備に着手していたが、百七十七型ソナーの探知距離をもってすれば、これより、はるかに、長射程の兵器であっても、運用可能と見積もられた。このように、長距離で探知、攻撃できれば、u ボートトゥエ b o t ワン型のような、水中高速潜水艦や長射程兵器を備えた、潜水艦に対しても、必ずしも追いつかずとも、 公戦可能と期待された。このことから177型ソナーの配備の目処が立った時点でルイスマウントバッテン第一海軍協はこれと対になる長射程対戦兵器の検討を指示した。当時存在する対戦ミサイルはアメリカ合衆国のラットのみであり、これはマーク43単魚雷を最大5000ヤードの距離まで投射することができた。アメリカ海軍は より長射程で核爆雷を投射できる対戦ミサイルの開発に着手していたが1956年イギリスはこの種の兵器は発射母艦自身に危害を及ぼす危険を無視できないとの結論に至った。マウントバッテン第1海軍卿は小型ヘリコプターによる誘導魚雷の投射という手法に有用性を見出していた。これは母艦のソナーで探知された 敵潜水艦に対し、戦闘指揮所の航空管制を受けたヘリコプターが攻撃を行うというものであったが、フリゲートに対して非常に柔軟な戦術上の選択肢を開くものでもあり、例えば対艦ミサイルによる対水上戦なども想定されていた。海中戦担当官もこれに同意し、1955年11月、フェアリーウルトラライトヘリコプターを提示したが、 海軍航空船担当官は、北、大西洋での作戦には、同期では小さすぎると考えていた。1956年12月、15型、フリゲート、グレンビルを改装して行われた、運用試験では良好な成績が得られたことから、ウルトラライト3機の調達が検討された。しかしこれは実現せず、まもなく、 一回り大きなサンダースロー P531 が施行されるようになった。これは、カナダ海軍がリバー級フリゲートバッキンガムで、さらに大型のシコルスキー S-55 の運用に成功したことに触発された決定であった。初期の試験は成功し、1958年9月30日、艦隊要件委員会は、 当時計画が進められていた12型フリーゲート及び81型フリーゲートへのマッチシステムの搭載を最優先事項に繰り上げた。また、1959年9月から12月にかけて15型フリーゲートアンドオンテッドを用いて母艦のソナー情報に基づく攻撃指示が試験された。12型シリーズへの搭載は近代化改修の一環として進められることになり、 ロス C 級フリーゲート、ファルマスを短所として回収が着手された。マッチシステムはしばしば同時期にアメリカ海軍が配備していた QH-50 ダッシュと対比される。しかし、ダッシュが無人航空機を使用していたのに対し、マッチは上機の通り有人機であり、複雑な事態に対してより柔軟に対応できた。また、ダッシュが対戦線専門であったのに対し、 マッチでは、ワスプハズ1ヘリコプターに SS-11 推薦車ミサイルを搭載することで、対艦攻撃も行うことができる。この点は、後にヘリコプターがリンクスハズ2に更新されると、より長射程で強力なシースクア空対艦ミサイルを搭載できるようになり、さらに強化された。また、QH-50 やワスプハズ1は、センサーを持たず、 基本的に母艦のソナー情報に基づいて攻撃を実施するだけだったのに対し、リンクスでは磁気探知機を搭載し、自ら敵潜水艦を捕捉できるようになった。ただし、フランス海軍向けの同型機では、リッピングソナーが搭載されたのに対し、イギリス海軍では要求されなかった。ありがとうございます。